カルルス温泉は、北海道登別市にある温泉。登別カルルス温泉とも言われる。国民保養温泉地に指定されており、名湯百選にも選定されている。登別温泉の北西約8キロメートルに位置し、来だ岳、オロフレ山のふもとを流れる登別川沿いに数軒の旅館が存在する。源泉の色は無色透明である。ホテル祝い、カルルスの歴史も参照。 1886年、室蘭軍役所書期を務めていた、日の愛犬によって発見されるが、温泉開発までには至らなかった。1889年に、彼の養子である、日の久志立花が再び温泉を発見。持病の慢性イカタルが治ったことから、温泉の開発に心血を注いだ。1899年、朧別から温泉までの道路を改作し開けう。 それまでこの地はアイヌ語でペンケユと呼ばれていたが、旧オーストリア帝国カルルスバード温泉と似た泉室であったことからカルルス温泉と名付けられた。日露戦争後期に旭川陸軍及び病院の指定する療養地が置かれたことにより温泉地として整備されていった。しかし、再び戦争に突入すると入り込み客数が減少に転じていき、 戦後においても低迷を続けていた。1949年、周辺地域が四骨東野国立公園に指定される。1957年、北海道で第1号、全国でも12番目となる国民保養温泉地に指定される。1961年、スキー場が開設。その後、新たな源泉掘削の成功により、 各旅館に内ちを備えることが可能になった。バスクリンが日本の名刀、ノボリべカルルスという名称で入浴剤を販売している。入浴剤は乳白色だが、厳選の色は無色透明である。ありがとうございます。